まだ定職にはついていないのかね。返礼すらせず、俺を凝視してくるのは、宮田さんのお父さん、裕次郎さんだ。結婚式で初めて顔を合わせた時から、ただ会社に勤めていないという一点だけで、俺を見下してくる困った人だった。父さん、何度言ったらわかるんですか。在宅ワークだって立派な仕事ですよ。甘い。社会人というのはな、組織に身を置いて初めて一人前なんだ。お前たちは高学歴の立派なエリート公務員だが、こいつと来たらなんだ？中卒の在宅ワーカーとやらが一族の中にいると考えただけで寒気がする。子供の頃から好きだったものがある。それは数学だ。一日中数字の羅列を見ていても飽きない性格だったから、成績もそれに準じたものとなってしまい、高校進学を挫折する。仕方がないから地元の工場で働き始めるが、この不景気だ。俺は早々に解雇されて、今は在宅ワークによって生活費を稼いでいる。少し休憩するか。パソコンとのにらめっこをやめて、俺は大きく背伸びした。便利、かついい時代になったものだと思う。わざわざ会社まで足を運ばなくても、パソコンさえあれば家で働けるのだ。こっちの方が俺には合っていると思う。ん？コーヒーでも飲もうかと思った時、突如スマホから通知音が鳴った。確認してみると、妹の彩香からだ。近くで飯を食うから顔を出してほしい。そう書いてある。どうすっかな。俺は少し考えたが、行ってみようと思った。今進めている案件は落ち着いているし、時には妹と飯の一つでも食うのも必要だろう。それから数時間後、返事を送り、残作業を片付けた俺は、待ち合わせ場所のレストランにいた。レストランは俺のような奴には若干敷居の高そうな店で、近くにあるのは知っていたが、入ろうとまでは思わなかった場所だ。あ、こっちこっち。声が聞こえた方を見ると、そこには彩香がいた。悪い、ちょっと行き詰まってな。少し遅れた。とんでもないです。おかわりないですか？俺が謝りながら近づくと、今度は宮田くんが声をかけてくれる。ああ、宮田くんも元気そうだ。宮田くんは昨年妹と結婚した。いわゆる好青年で性格も良く、気真面目。俺に対しても分け隔てなく接してくれる。それで突然どうしたんだ？レストランに入って席に座るなり、俺は問う。今度旅行に行くことになったの。旅行？どこへ？熱海なんだけど、それでお兄ちゃんに相談したくて。なるほど。俺は在宅ワークを始めるようになってから気分転換も兼ねて観光地巡りを趣味にするようになっていた。変な話かもしれないが、観光地の人数と人口の差やその割合を計算するのはなかなかに面白いからだ。温泉に入りたいと思っているんですが、せっかくだから美味しい海鮮も食べたいなって。確か海岸線の道路から少し入ったところに個人経営の美味しい店が何軒かあったはずだよ。さすが、頼りになる。観光地にある海岸線沿いの寿司屋や居酒屋は当然うまい。しかし一手間を加えて少し入ったところに行けば、漁師飯だったり売り物にならないと市場で判断された魚を豪快に使っての創作料理といったものを出す店に巡り合えるのだ。何軒かリストアップしておくから、気に入ったところがあったら連絡しておくよ。俺はそう言って自分のスマートフォンの画面を二人に見せた。画面上には俺がまとめた店舗のリストが画像付きで並んでいる。
よくここまでまとめ上げましたね。なーに、好きでやってることさ。ランクについては俺が勝手につけただけだから無視してくれ。いえいえ、それじゃ参考にさせていただきますね。彩香と宮田くんは画面を凝視して、ここがいいんじゃないか、いやこっちがいいんじゃないかというやりとりを始める。俺は運ばれてきた料理を口にしつつ、どこか嬉しい気持ちでそれを眺めていた。ねえお兄ちゃん、ここはどうかな。少しして彩香が見せてきた画面には、俺が特におすすめと思っている店が表示されている。俺もしょっちゅう行っているので、店長とは顔見知りの仲だ。ここは魚料理も最高だけど、おかみさんのオリジナル料理もなかなかだ。じゃあ俺の方から連絡しておくから。ありがとう。彩香は嬉しそうに笑うと、俺の腕に抱きついてくる。仲がいい仲がいいとずっと言われてきたが、結婚してもなお妹はこんなありさまだ。結構なことです。宮田くんは俺たちの様子を見て苦笑いしているが、彩香はまるでお構いなしの様子。それどころか、せっかくだから今回の旅行も俺も来いと言い始める。ああ、それはいいね。いやいやいや。宮田くんは乗り気だったが、さすがに俺は遠慮してしまう。新婚さんの旅行に兄がついていくのはさすがに良くないだろう。いいよ、別に。だって今回の旅行、親戚みんなで行こうって話だし。え？結婚式でお世話になった人たちもいっぱい来るんです。というのも、実は俺、来月から海外への長期出張が決まっていて。宮田くんから衝撃的なことを言われて、嘘だろ？と、俺は思わず声を上げてしまう。そして、慌てて周囲を見回してから、すみません、と謝る。だから、その挨拶も兼ねて、お礼の旅行をしたいなと。彩香はご両親が他界されていて、お兄さんしか身内がいない状況ですし、よかったら。事態が急展開を迎えたのは、俺が開拓しようとした時だ。一体誰の許しを得てそんな話をしているんだ。店中に怒鳴り声が鳴り響いたのだ。一瞬にして和やかな店内の空気は凍りつく。どうも。直後、俺のすぐ横に荒っぽく座ったのは裕次郎さんだ。まだ定食にはついていないのかね。返礼すらせず顔を凝視してくるのは、宮田さんのお父さん裕次郎さんだ。結婚式で初めて顔を合わせた時から、ただ会社に勤めていないという一点だけで俺を見下してくる困った人だった。父さん、何度言ったらわかるんですか？在宅ワークだって立派な仕事ですよ。甘い。社会人というのはな、組織に身を置いて初めて一人前なんだ。お前たちは高学歴の立派なエリート公務員だが、こいつと来たらなんだ。中卒の在宅ワーカーとやらが一族の中にいると考えただけで寒気がする。宮田さんは、言い過ぎだよ、とたしなめるが、裕次郎さんは悪びれる様子なし。彩香は、俺と違って有名な大学を卒業し、その後、公務員となって、宮田くんと職場結婚を果たした。それは、裕次郎さんを満足させるものだったが、唯一、俺が例外だった。裕次郎さんからすれば、自分がそうあるべきと考えている、社会人としての生き方から大きく外れている俺の生き方は、到底理解できるものではないらしい。だから、顔を合わせれば、まず間違いなく、今回のような会話になってしまうのだ。別に俺は、裕次郎さんに思うところはないし、裕次郎さんがそう思うのも勝手だと感じている。しかし、これでは仲良くなれるものも仲良くなれない。まったく。彩香さんは素晴らしい女性なのに、どうしてその兄はこんなろくでなしなんだ？父さん、
本当にいい加減にしなよ。宮田さんの語気が荒くなり始めるが、裕次郎さんは止まらない。こいつを旅行に連れて行く？まったく、どうかしている。在宅ワーカーなんて、月に15万も稼げればせいぜいだろう。お前たちがこいつの代金まで負担するのか？宮田さんが何を言っても、裕次郎さんは罵詈雑言をやめようとしない。今や綾香は気まずそうに別の方向を見ていた。今回の旅行で泊まる旅館は、選ばれた人間しか泊まれない福利厚生施設なんだ。何ですかそれ、聞いたこともないですよ。当たり前だろう。在宅ワーカーなんて福利厚生とは何の縁もないんだから。いえ、俺がしたいのはそういう話ではなくて、宿泊客を選ぶ旅館ってなんだよと俺は思ったので質問したかったが、裕次郎さんは全く聞く耳を持たない。低学歴、手取り15万。そんな奴を旅行に連れて行くのは、ごめん、こうむる。二度と私たちに関わろうとしないでくれ。わかったよ。いい加減うんざりしてきた俺は、いろいろと面倒くさくなって立ち上がる。そこまで言われて、行くばかいるかよ。彩香は、慌てて制止しようとするが、俺は大丈夫である胸を手で合図してから足早に店を後にした。その後、宮田くんや彩香からは何度も謝罪の連絡が来たが、結局俺は旅行に行かなかった。別にあの二人の責任ではないし、例の店にはしっかり連絡してある。気を取り直して仕事しよう。例によって、俺が在宅ワークを進めていると、突然スマホが震え始めた。着信が来ている。もしもし？ああ、君か？出たのは裕次郎さんだ。しかし、どういうわけか、かなり焦燥した様子である。今すぐ、君も旅行に来てもらえないだろうか。それはできませんよ。来るなと言ったのはそちらではありませんか。一体どういう風の吹き回しだと思ったが、俺は至極真っ当な言葉を返す。その件に関しては謝る。本当に申し訳なかった。だからどうか、今すぐこちらに来てはもらえないだろうか。裕次郎さんの焦りは、今この瞬間も大きくなっているように思える。もしかして、と俺は心当たりがあることに気づいた。福利厚生施設の件ですか？ああ、通常料金で請求されているんだ。そりゃそうでしょうよ。俺は留飲を下げるどころか、あまりの無知に頭痛を覚えながら続ける。世の中にはここまで無知な人間がいるとは思わなかった。職業差別を行う人間が福利厚生どうこういう資格はないと思いますからね。企業に所属する人間が格安でハイクオリティの宿を使えるのが福利厚生施設だ。ただ、この安さは企業とその宿の信頼関係や取引状況など複雑な過程と難しい関係性の上に成り立つもの。そこのオーナー、俺なんですよ。俺は淡々と続けていく。あなたたちは福利厚生という言葉を勘違いしているようですね。私のような手取り15万いくかいかないかの輩とは違って、あなたたちのようなエリートであれば、一括でお支払いできるでしょう。言ってしまえばそこ、地元の高級旅館ですよ。福利厚生の制度を使えば、6割引きでの使用が可能だった。しかし現実は10割負担なのである。裕次郎さん、あなたは俺のことを見下していましたが、俺は全国の観光地で多数の旅館を扱う会社のボスなんです。当然、観光庁や政治家とのパイプだってある。そんな話、息子からさっき聞くまで知らなかったぞ。そう言われて、
俺は怒るどころか、ため息をつかずにはいられなかった。全部結婚式の時にお話ししましたよ。あなたは何も聞いていなかったんですね。そんな。先日お会いした後、申し訳ないのですが、福利厚生の制度を契約終了させていただきました。彩香と宮田君には伝えてあります。だから、今頃あの二人は別の宿でしょう。君は一体何者なんだ。絶望しきった裕次郎に対して、俺は、彩香の兄ですよ、と返す。両親を亡くしているのに、どうして彩香を大学まで進ませることができたのか、少し考えてみたらいかがですか？俺はそう言って電話を切り、着信拒否を設定した上でスマホを置いた。そして、またパソコンに向かって仕事を再開するのだった。そして出発の日がやってきた。じゃあ、お兄ちゃん、行ってくるね。宮田くんに迷惑かけるんじゃないぞ。大丈夫だって。空港のロビーで、俺は彩香と宮田くんを見送っていた。宮田くん、妹のことお願いね。もちろんです。それよりも、向こうでのホテルまで手配していただいて、申し訳ないです。いいんだよ。落ち着くまでいろいろ大変だろうけど、俺も直接手伝いには行けないからさ。宮田くんが向かうのはアメリカだ。実は、俺が関わっているホテルはアメリカにもあり、もろもろが落ち着くまでの間、彩香と宮田くんはその一部屋で過ごすことになる。本当にすごい人です。父に見下されても、しっかりやることをやるなんて。そういえばお父さん、大丈夫だったのか？あれ以降、裕次郎さんから連絡は来なかった。さすがに生きてはいるだろうが。まあ、大丈夫っちゃ大丈夫ですかね。宮田くんが言うには、大恥をかいた挙句、親族全員から軽蔑されるようになったらしい。ただ俺は深く詮索しようとは思わなかった。俺の家族は、彩香とお兄さんだけですよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そんなやりとりを経て、俺は彼らを見送った。不安がないと言ったら嘘になるが、あの二人なら大丈夫だろう。俺は生きていくために学歴を捨てた。とにかく金を稼ぐことしか考えなかった俺は、いつの間にか多くのホテルを経営する大物になっていた。観光地に足を運び、そこの雰囲気を敏感に読み取って、適切なホテルを建てる。それは数字が得意な俺にとって天職だった。裕次郎さんのような人間には理解されなかったが、問題ない。俺は自分に誇りを持ち、他人を見下すようなことはせず、正々堂々と生きていこうと、今回改めて思ったのだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。